こんにちは、ひとひかりです。今日はね、しゃぶしゃぶを食べに行きたいと思います。しゃぶしゃぶね、久しぶりですね。この間行ったのが1ヶ月ぐらい前かな、2ヶ月ぐらい前になっちゃうのかな。999円のね、ランチを頼みました。これね、持ってきた野菜とサラダとタレとお肉ですね。前みたいにね、視聴者様にスカイラークのギフト券をいただいたので、そのお金で来させていただきました。ありがとうございます。送ってくださった方、めちゃめちゃね、贅沢な暮らしをさせていただいてるんですけど、しゃぶしゃぶね、嬉しいですね。本当に肉食べる機会あんまないので、こういった機会にね、しゃぶしゃぶを食べれて嬉しいです。というか、またしゃぶしゃぶ食べれるなんてね、本当に贅沢ですね。で、前回の反省を生かしてね、マロニーちゃん的な、野菜的なものをね、たくさん持ってきて、鍋にぶち込んで、ぐつぐつ煮ると。そういった感じでね、やっていくと、鍋が美味しそうに見えるっていうのを発見したので、やってますね。ちょっとね、意識しました。意識したらね、ちょっとね、小食なんで僕、めちゃめちゃお腹いっぱいになってね、最後の方大変だったんですけど、すごい美味しくね、いただけてよかったですね。で、ポテサラね、美味しいですね。ポテサラが美味しいのか、マヨネーズが好きなのかわかんないけど、やっぱりこういう脂っこい、味の濃いものを食べるとね、美味しいなって感じちゃいますね。納豆と白ご飯ばっか食べてるので。あと、さっぱりした野菜ってのも大事だなと思ってました。で、肉をしゃぶしゃぶしてカメラをちょっと見てますね。こんなに世話しなく、ひっくり返したりしなくていいと思うんですけどね、やっぱり一人で無言だとやることがないんでね、どうしてもお肉をいじりたくなっちゃいますね。で、いただきます。うまいですね。やっぱり平日の昼間なんでね、全然人いなかったし、ゆったり過ごせましたね。ランチが3時半ぐらいまでって言われてたんですけど、12時ぐらいに行ったので3時間以上計算上だとね、過ごせるんですけど、まあ僕は食べ終わったらすぐ出ましたね。このマロニーちゃん的なやつが何なのかよく分かってないけど、正式名称がマロニーちゃんなのか分かんないけどね、美味しいですね。なんかトゥルトゥルしてて、なんかやっぱり服装とメガネによってのび太くんみたいな顔してますね。のび太くんがあのままおじさんみたいになった顔してますよね。やたらね、マロニーちゃん的なの気に入って食べてますね。タレがよく絡んでね、トゥルトゥルしてて本当に美味しいですね。もちもちしててね、米粉なのかな、めっちゃね、グツグツさせてますね。途中ね、なんか暖房がいきなりかかり始めて、僕の席にめっちゃ直撃してね、この鍋の熱気と相まって熱くなっちゃって脱ぎましたね、カーディガン。肉はね、3枚だけついてて、ランチだと豚バラがね、3枚頼みましたね。豚肩ロースも選べたんですけど、豚バラ3枚にしました。ちょっとね、脂っこいの食べたくて、こういう時にね、一気に油を摂取しないと、次いつ油を取れるかわからないのでね、脂肪を蓄えときます。一生懸命しゃぶしゃぶしてますね、一人で、28歳のおじさんが。こうやって見るとちょっと哀愁漂うというかね、寂しい気もしますね。ぼっちですね、全然需要のないぼっち。ぼっちというか、僕にとってはこれが日常なんですけどね、一人でご飯を食べるっていうのが当たり前なんですけどね、もはや属性でも何でもない。このアイスはね、水っぽくて、まあ普通っちゃ普通なんだけど、コーンフレークとね、チョコのなんかカリカリしたやつとチョコソース食べていただいてます。これがね、うまいですね。ちょっとアイス水っぽいけどね、もうすでにね、お腹いっぱいなんですけどね、せっかくなんでアイスをね、詰め込んでます。で、お会計がね、1099円でしたね、税込み。ありがとうございます。視聴者様のおかげでね、ここに来れたので本当に感謝しかないですね。じゃあね、今日はこんなところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。